どうもこんにちは、さえひろです。こちらは京成本線京成碓井から京成桜井間の車窓です。京成碓井から先の京成本線はこうした田園風景が広がったりしていますね。今回は京成桜井駅から JR 桜井駅まで歩く動画です。ということでこちらが京成桜井駅になります。ではまず最初に地図で確認しておきましょう。京成桜井駅は桜市内印旛沼の南側にあります。こちら京成桜井駅から JR の桜井駅まで行きたいと思います。駅前にも地図がありましたのでこちらで一旦確認していきましょう。同じ桜という名前ですが、 JR 桜井駅と京成桜井駅はちょっと離れています。こちらが京成桜井駅、そしてずーっと行って JR 桜井駅になります。こちらの経路を確認していきましょう。では京成桜井駅南口から右へ行ってロータリー沿いを歩いていきます。こちらヤチクロバーガーさんです。こちらのハンバーガー屋さんでは地元千葉の八千代国牛を使ったハンバーガーを発売されています。そしてこちら桜市観光協会になります。こちらの道をずっとまっすぐ行きます。ここ桜ですが、もともと桜藩の城下町として栄えた町になります。ですので歴史的建造物がたくさん現存しています。また西の長崎、東の桜と称されるほど蘭学の先進地になっています。蘭学というのは鎖国をしていた江戸時代にオランダ語の書物によって西洋の学術を研究しようとした学問になります。もともとの桜の城下町というのが丘の上にありますので、今こちらですね、坂をずっと登っていっている状態になります。鉄道というのは坂が苦手なものですので、桜城下町がある丘の下ですねに JR と京成が駅を下の方に路線を引いたわけになりますね。そしてこちらまず見えてきたのは左に読売ジャイアンツのデザインの自販機がありますね。桜市は読売ジャイアンツ終身名誉監督の長嶋茂雄さんの出身地になります。そしてこの後見えてくるのが桜市立美術館。エントランス部分は大正7年に建てられた旧川崎銀行の桜支店になります。ここ桜市立美術館で右に曲がります。そしてここ通ってる道が成田街道になります。そして右に千葉銀ですね。このシリーズをやっているとやはり千葉銀の姿が毎回出てきているような感じがします。そしてこちらの新町交差点で左に曲がります。後でわかるんですが、ここの横断歩道今渡ってますが歩道が狭くなるので結局渡らなくてもよかったですね。はい、ということでこちらで先ほど横断歩道渡っちゃいましたが、もう一度渡って広い歩道の方に行きます。今度は逆に下り坂になっていますね。左の柵の向こう側を見てみるとかなり下っていくことがわかると思います。そして今このちら通ってる道が国道296号線の桜街道になります。
そしてまだこちら坂の途中ですが、こちらの信号、鏑木坂下 Y 字路ですね、こちらで右の方に曲がります。今右の方から道が合流しましたが、こちらの道が旧桜街道になります。坂を下り切ってこちらの交差点、296号線との交差点で右へ曲がります。先ほど Y 字路のところまで通ってたのが桜街道で国道296号線でしたが、こちらも296号線となります。ここの桜の町で296号線は二股に分かれているんですね。そしてこちらローソンが角にある交差点、 JR 桜駅入り口交差点、こちらで左に曲がります。そしてこちら曲がってきた道の名前が彫刻通りと言います。江戸時代に桜藩が文武芸術を奨励したこともあって、ここ桜出身の芸術家たちが多く存在します。この伝統を引き継ぐ桜市は彫刻のある町づくりを進めていまして、ここ JR 桜駅から伸びるこの道を彫刻通りとし、道沿いに彫刻が並べられています。こちらの信号を渡りましたらもう JR 桜駅になります。京成桜駅から約25分ぐらいですね、JR 桜駅に到着です。今回は京成と JR で同じ名前がついているのに離れてる駅、京成桜駅から JR 桜駅に歩いてきました。もし間違えちゃったよっていう方はこちらの動画を参考にして歩いてみてはいかがでしょうか。まあ普通は京成桜と JR 桜駅の間にはバスが通っていますので、そちらのバスを利用するのがいいと思います。では今回はこちらで以上になります。ご視聴ありがとうございました。